隣にコイちゃんいるからもりやりとっ,つっちゃった <laughs> はいえっとですね今日は今日は購入品の紹介をしたいと思いまーすはいえっと今日は私の大好きな300円ショップのあのー、ピンクの300円ショップがあるんですあ,のあんまりね チェーン店なんだけどそんなにこうでっかいチェーン店じゃないので名前は伏せておきますとりあえずはいでその300円ショップがあるんですねでその300円ショップで買ってきたもの2点あるので紹介したいと思いますまず1個はってってうさぎのマフラーですうさちゃんこれね1個1個ね顔が全然違ったのよ キャスでね見てくれた子もいると思うんだけどすごいブサイクな子はブサイクだったの。でなんていうのこ顔がグシャってなったやつとかさすごいやつがあってで色が、えっと、これはピンク薄いこのカーテンみたいなピンクともうこれ濃ビビットピンクがあってもうねこっちの色は一目惚れしたんですけど使い勝手がいいのはこっちかなと思ったの本当。は。なんだけど、まあ、言うてさねなんか一緒じゃんだから使えるなと思ってこっちに買いました。でここにね可愛い,い うつ <laughs> かわいい <laughs> ほら見て, <laughs> 見て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  <laughs> はいかわいいでしょでここね、こんな感じですこうやって中に入れこれめっちゃあったかいんですよ子供用なのかななんかキッズのところに置いてあった <laughs> ほらかわいい今年 まあ私同じような持ってるよねこれの薄ポムからもらったやつね持ってるんですけど実家にあるのでこっちは300円だしいいかなと思って買いましたかわいいこれむしろあれじゃないこれ薄いやつさマム喜びそうじゃないね色違いで買ってあげようかなまあいいかそれはそうとしてでこれは明日こうちゃんがこれつけていくっていうのでこうちゃんに贈呈いたしますはいで <laughs> なんで今日映んないのかって <laughs> あのお風呂に入りたいから <laughs> い <laughs> はいでこちらダーンこれもまだ見せてないんですこちゃんに見てこれねすごいんですよボタンの腹巻きみたいな感じボアつきこれで取りますねえ待、ま、ってね助けて助けてどうしたああ <laughs> やばい入んないちょっと待ってバカメ助けてどうしよう。え、これお腹だよねバカメえ、これお腹だよねえ、ちょっとあなたやってみてえ、こうちゃんでも無理だよこういうことでしょえぇ、ー、だって腹巻きの隣に置いてあったよあ、こうちゃんです映っちゃった <laughs> これマジショックなんだけどえぇ、ー、嘘でしょえー、だって腹巻の隣に置いてあって。えぇ、ー、ショックなんだけど ハンタクラスみたい見てすごいわぁっからもハンカん <laughs> いつも、うん、なんじゃんさあの感謝自分がどう私はライムのあるかいチワーみたいえー、超ショックちょっとじゃうえこれだって考えてみたらさリスト細くないいやもっともっとだって普通にこう巻いてあったからさもっとこうビロンって伸びるのかと思ったらまさかのないとはい ということで、ちょっと今日はね、あのー、ちょっと夜な夜な女子会をしたいなと思ってるのでちょっとね楽しみだったんだけども、腹巻きにするかもなんか贅沢だなこれをこうやってやってお腹に負けるなんてもうこれをこれして寝ればいいのかあったかいよね首じゃあそうしますこれをしてえじゃあ何私マフラー2つ買っちゃったってこと <laughs> 嘘でしょだって違う コーナーにあったんだよこれなんでさこれとさ違うコーナーに置いてあったんだよ腹巻きの隣に置くかいマフラーに、ね、腹巻きとパンツの間にこれあったんだよ違くない置く場所絶対違くないチョイスチョイスミスいや私もチョイスミスだけどあっちも絶対チョイスミスだよ売り場見間違えてないレーンをいやちょっと絶対みんな間違えて買っちゃいそうしかもなんか ボわつきでっていうボわつき巻きやすいみたいな書いてあるのなんかどっちの糸としても取れるけれどもみたいなさ感じだよバイバイバイ。